おはようございます。あ、こんにちはだったいい、このまま行く。こんにちは、高橋着物工房の高橋です。今日はですね、紐のことをやろうかなと思います。なんで紐のことをやろうかなと思ったかっていうと、私あの全国1万人の女を脱がせて触ってるって豪語してるんですよね。でも多分ね、そのぐらい触ってんじゃないかなと。肌着メーカーとなって、店頭での、店頭販売、あのフィッティング会とか講習会っていうのに出向かせていただいて、多いと1日、60人ぐらい触ってたんですよね。もうヘロヘロになる疲れ、本当にあれはね、もうあの死にそうになりましたけど、まあ、5、60人を1日に触る、ね、脱がせるっていうと、時々やっぱ着物の方もいらっしゃったりして、そういう場合あの縫うお手伝いまでして脱がせたりもするんですよね。それで縫うお手伝いなんかすると、まあ、紐をどう使っているかっていうのをよく見るわけですよ。これね、ものすごく面白かったです。で、そこで気になることがいくつかあって、今日はそれもテーマにちょっとお話ししたいと思います。紐の使い方とかあので、お伝えしたいことは、まあ、まず素材の別によるいい点と悪い点っていうのをまずお一つですね。それから私が紐を締めるときに必ず皆さんにお伝えしていて、これはとってももしかして有効かなと思う方法一つ、これをねお伝えしたいと思います。まず紐の種類ですけれども、まあうちで売ってるものとしてはですね、これ綿の腰紐ね、腰紐と胸紐って、まあ、幅が全然違うわけですけど、綿素材のもの、それから一番ポピュラーなのはこのモスって言われる毛ですよね。モスって言われる毛で作られてるもの、それからナイロンのもの、うちに残念ながらねナイロンのものがねなかったので、お見せすることはできませんが、なんとなく想像つきますよね。それから当店で、非常に売れてるあのこの半分、メッシュになって半分紐になってるって、こんなものもありますし、あと何といっても全国的に多いのは、このゴムベルトですね。ゴムベルト、このゴムベルトね、出始めたのが、着物を着たいと思う人たちにとって、あの紐よりもすごく手軽だっていうことがあると思います。で、まあ、ナイロンの紐はね、ないのはね、推奨してないんですよ。うちね、社員も持ってないんですね。なぜ推奨してないかっていうと、やっぱ滑る素材ってちょっとね使いにくいっていうこととか、面積が欲しいものに関してはね、面積なくて細くても別に構わないとは思うんですが、ズルズルする感じがとにかく嫌なので、胸紐には絶対使わない方がいいって、私が言っちゃってるもんだから誰も買わないんですね。なので持ってないんですけど、滑らないという点において言えば、一番滑らないのは、こういう、ラバーがついている、これメッシュですけど、ただのメッシュじゃなくてラバーがついてるんですね。だから滑らなくって伸びて、いろんな意味でいいっていうことでこれが売れてるんだと思うんですね。私も使ってますけれども、で、綿に関しては天然素材の中では毛よりさらに綿の方が滑りにくいんです。毛の紐が、主流なのは何でか分かる人います？私なんで毛がね主流なのかちょっと分かんないんですよ。高級感が ありますけれどもね、綿より毛にいったっていうのはなんでだろうなって、ちょっとね分からない。ただ綿の方が虫も来なくてこれね虫来ますからね、結構ね、気をつけてくださいよ。必ずこれには防虫剤が必要ですから、絹にはあまりいらないですけどね、綿と絹
にはいらないけど、毛にはね、もうちょっといるので、腰紐は腰紐だけにしといた方がいいんですよ。引き出しとかね。それで、防虫剤バリバリ入れてください。で、綿の方が滑らないのにどうしてかなーっていうふうにはね、思うんですけど、まあ、一番主流は毛ですのでね、もう全然毛も、滑るわけではないですから、全然、使っていただいていいと思うんですけれども、ゴムベルト、一番今、多分、使用されてる率が特に、ここ10年20年で着物着始めた人たちにとってはゴムベルトが一番いいと思います。多いと思います。ただこれの、良さは手軽にね、パチッとするだけでいいから結ぶってことしなくてよくって、結ぶことが苦手っていう人とか、ゴロゴロするこうちょっとその結び目が突起するのが嫌だとかっていう方にとっては、非常にねいい商品なんです。これの難点はですね、滑るってことなんですよ。これはラバーがついてるからいいんです。これでラバーついたものは私は今のところ知らないんですね。これでラバーついてればなおさら結構だと思うんですが、ラバーがついてないってことは滑るので、体の傾斜に対してね、必ずズルズル滑るから、一番細いところに入れて使うっていうのはミソだと思います。それで使えば、いいのと、あともう一つね、全国的に歩いてて気になるっていう、私がこれだけをお伝えしたいっていうポイントに、ね、いきなり移りますけど、特にこれで感じるんですね。皆さんね、私の今日の相棒ね、黒子ちゃん、ですね、皆さんね、この紐をねこう当てて、多分ね、こっちを止めてるから、ここにこう引っ掛けてね、こうやって当てるんだと思うんですけど、皆さんこうやってね、ただ当てて、ただこうやって回して、こう連れてきてからゴムを引っ張ってるんですよ。まあ、10人いたら8人までそうだと思います。でね、この方法だとね、どうなるかっていうと、この下側の最初に入れた紐がね、ゆるゆるしてるんですよ。で、上のここだけきついの。っていうとね、意外と2回回してるのに、こうやって2本来てるのに1本分しか働いてないし、これを1本実は働かせれば、この最初の1本を先にきちっと当ててしまえば、後ろ手で結ぶこうキュッて締める必要がない。しかもね、締める締め方にしても、こう手離して締めてしまうとね、もうたとえゴムベルトでもここで摩擦が起きてます。摩擦が起きてるってことは動かないんですよ。体から離れてる分しか伸びないので、実はこっちもちゃんと入ってないことがあるんですね。ですので注意すべき点は、私も体でやろう、こうやってこうね、押さえてて、で多分こうやって紐を持ってきますよね。でこのままずるっと当てないで、最初からこれ引くってことですよ。こう引いてね、ピタッと当てるんですね。これは普通の伸びないものでも一緒です。お腹にくってちょっと当たる力を感じて後ろに連れていくんですよね。それで交差するっていうのを、これね、相当有効だと思います。ゴムベルト使う方ってやっぱり紐の当たりとかも痛そうで嫌だとか、痛い経験したことある人多いと思うんですけれど、まあ、大体ウエストのここのところっていうのは骨がないですからね、肋骨とかに物が当たると痛いですけれど、ここはね、基本的にはね、皆さん普段からここにベルトが当たってたりすることに慣れてるので、意外とそんなにね苦しくはないと思うんですが、多分呪縛として苦しいという思いがあるとなおさら怖くて引けないんだと思うんですが、これもね、ものすごい力の限り引いてギュッと当てたらね、クッて食い込むので痛いってこともあると思います。これはね、体感ですから、自分で全く当たりたくないのか、それともやっぱりきちっとこうシャキッとするくらいは当てたいのかによって、この引く力は自分で感じてください。で、クッと引いて当てて、それで後ろに連れて行って、ここでクロスするとしますね。で、前がきちっと当たってるとするとね、こう余るんですよ、結構。で、後のもの全然引いてなくても、だからね、割と緩い人がすごく多いなっていうのを全国的に感じます。ですから、この最初ね、最初にちょっとこう引いてしまう、引いて当ててしまうということをやると相当ね、有効かなと。で、普通の紐でもこういう紐でもね、だいたい真ん中つかめって言われますよね。で、これをタラッとこうやって連れてくるんではなくてね、キュッ
ッと前に、一旦キュッと前に引いてピュッと当てるっていうね、とね、きちっと当たりますから、きちっと。そうするとこれだけでね、実はね、そう締める必要なくって、まあ大体こうやって、あの前からですね、こう当ててね、こうキュッて、キュッてこうやって当てたら、それだけでね、フッと入るじゃないですか。そしたら後ろ手に行って、ちょっとね、袖を置きますよ、ね、後ろ手に行って、ここの交差したところでちょっとだけキュッと、ちょっとだけキュッと、このまま引いたら前に持ってきてね、全然ね、ここで締める必要ないんですよ、ね、それと結び方から言うとですね、ちょっとこれで言うとすごい分かりやすいのでやりますけど、これちょっと引いてね、後ろ連れていきますでしょ、で前に、もうこれでね、きっちり当たってる。ただね、これ結ぶ必要ないんです。蝶々とかね、縦結びになりやすい人なんかすごいやっぱりコンプレックスだと思うんですけど、全然ね、このきちっと当たったら、このラバーついてようがついてまいが、普通の紐で全然大丈夫です。このままクロス、こうやって縦にクロスして、これをただちょんってちょんって挟むだけ、ちょんってここに挟むだけで、私ねこれ全部切っちゃいます。自分が挟める本当に多分10センチあるかないか、この残りがぐらいで、ちょんちょんと挟んでここで終わらせるっていうね。ほら、これ長いんで、でこれ長い場合にね、一旦ここで挟んでね、通してね、こうやってね、こう絡めていってる人とかもいるんですね。ここで挟ん、長い人の場合はこれ、この終わるところで挟むというのがミソです。この終わるところで、ここで絡めようとすると結構ね、何回も絡めなきゃいけなくて、ちょっとめんどくさいね、ズボラーズとしては。極力ズボラーしたいために、そのための努力をしまって、ここボズッと切っちゃって、こうただ糸でグリッとすればいいし、なんだったらボンドで留めたっていいんですよね。で切っちゃうとすっごい楽ですから、とにかくきちっと最初の一巻きがきちっと体に当たってさえいれば、とにかく普通の紐でもこうやってキュッとここに挟むだけで落ちませんから、絶対に。これね、試しにやってほしいなと思います。もう普通のこういう紐でもね、こうやって、ケツのでかさが分かっちゃうから下に行こうこうやってこれキュッと当ててたら、こうやってクロスして、で上から下へとかね、よく言われますけど、まあきちっと止まってればどっちからどっちでも全然大丈夫です。こうやって挟んじゃえばいいっていうことで、蝶々結びとかするとゴロめくでしょ。おはしょりのね、ここにポコーンってね、もう結び目が出ちゃったりしてる人もいるので、これね、ちょっとね、気をつけてくれたらすっきりするかなと思います。それで今日はですね、やっぱりどうしても結ぶっていうことが不得意で大変と思っている人のために、実はうちまた新商品出すんですよねこれ結ばないけど枕紐というのを作りました。要はね、結ぶことが苦手、特に帯枕、ここでゴロゴロするの嫌だったり、ギューってされるの嫌だっていう人のために作りました。長さ調節ができるゴムベルトと、それからここに好きな枕が入れられるんですね。ここに好きな枕が入れられて、まあ、結局こうやって、まあ、前結びの方のためにも、最初は前結びの方のためにこれ考えたんですけど、全然後ろ結びの方でも結ぶのが苦手な方はいいなと思って作ったんですけど、こうやって引っ掛けるだけです。あ、これ上下別だった、反対だった、こうだ、なぜ上下別、何が上下あるの。これね、上から下に引っ掛けるようにこうやってできてます、ね。でね、これをあとググッと入れていくっていうだけなんですよ。でね、このグレーの生地のところがね、滑り止めになるような生地を使ってるんです。綿100ですよ。特に何があるわけじゃないけど、綿ってやっぱりさっき言ったように滑らないので、ここクッと入れば下げるのすごい簡単なんですね。で、サイズ的にはこれ M サイズ。なんですが、私だったらいるサイズかな、使うとしたらなんですが、これに伴ってですね、枕も20センチ
チと25センチ各3サイズ、中身も、用意しました。これについてはね、使い方来週、詳しくやっていきたいと思います。空心菜ね、たくさん買っていただいているので、なんで私空心菜買っちゃったっていう方、ぜひね、紐のところを折り込んで、これね、もしね、使いたかったらですよ。私はね、多分ね、これわざわざ買わないんですよ。売るって言ってて、なんだそれっていう感じですから。空心菜で全然結び目は嫌いじゃないんでね、そういう意味では、あの帯枕のね、多分そのまま空心菜使うかなと思うんですけれども、あのやっぱり絶対こっちの方がすっきりするし楽ちんで良さそうと思ったら、空心菜の紐も折りたたんで、ここにね入れ込んで、ここ袋になってるんでね、あの大体何でも入るように作ってありますから、ここに入れて、これでパチッと帯揚げ元を留めるね、止めちゃうと、こうやって止めちゃうとですね、止めちゃうとって言って引っかかる、あ、はいはい、止めちゃうとですね、多分帯揚げをあの最初に絡ませておく人にとってもこれすごい便利かなと思うんで、これ来週使い方やりますので、あのぜひあのご覧ください。あの結びが苦手だという方のために作りましたのでね、初心者の方とかね、そういう方のために作りましたんで、あとすごいお気に入りの枕の中身あるけど紐が全然ダメだとかっていう場合にも有効だと思いますので、ぜひあのちょっと来週の方もね、使い方、前結びの時と後ろ結びの時とやります。ぜひねご覧ください。まあ今日はちょっとね、あの取り留めなくなっちゃいましたけど、紐の結び方、前から引き絞って当てるっていうこと、キュッと引いといて当てる、ゴムベルトの方は特にですね、苦しくない程度に当てていくっていうことが大事っていうことをお話ししました。ではまた来週、ありがとうございました。